どうも皆さんこんにちはこんばんはパパテラです嵐の前の静けさか今週のクイックアップデートまとめです今週はアップデートちょっと静かめなんですけれども来週からいよいよドラッグレースが追加される予定です期間が1月の25日18時頃までとなっていて いいよいよ来週はもうギアチェンジシフトチェンジをできるドラッグレース追加ということで一体何人でできるレースなんでしょうかそして今週なんですけれども割引そういったものはほとんどテスト車両とかそういった感じの車両になっていましたでまずですね LS 会場豪華景品ペヨーテ・ガッサーこれは非売品売られていない車両となっていてしかもですね今ウィークリーチャレンジ えすでにね、えー、まあサルベージゴ合ドやっているよっていう人はなぜかもうクリア条件になっている人結構多いのでいきなり10万ドルもらえたりもしてるかもしれません。一応ウィークリーチャレンジも一応チェックしてください。でこのペオーテ・ガッサーなんですけれどが、まあ、非売品ということで、えー、条件、結構緩めになっていました3日連続でね4位以内ということで比較的簡単にできるかなと思います。じゃあどうやればいいのかというとレースで例えばその頃ランチョでなどを4人以内でスタートすればいいだけです。 で更新時間が日本時間の朝のね9時になってますので8時台と9時台にやれば2日間クリアしたことになり簡単にゲットできますでは今週すべて非売品のテスト車両30%割引ということでまずスティンガーおしゃれな車を作ることができますこれも30%割引非売品じゃあいくらなのかというとこちら えー、59万5000ドルになっていました。興味ある方はね、こういう非売品という車両を集めてみるのもいいですね。そして真ん中の車両、スタッフォード、えー、ボンネットの開き方が特徴的です。じゃあ価格が89万400ドルと30%割引になっていると言われています。 一番右側の車両ですね、タイラス、これ、純正ホイールに、えー、オレンジ色がね、乗っているような感じになっています。178万5000ドルで、一応30%割引とされています。興味ある方はぜひ、えー、購入してみてください。では、今週おすすめ、カジノ豪華景品、パワーサージ。この車両は価格にすると160万以上とかなり高いです。で、ちょっと小ぶりなバイクなので、小回りが効きやすい。でいて、電気のね、バイクなので、加速がいいんですよね。 さらにこのバイクはウィーリー走行すると、まあ、要は左のスティックを下にして前輪を持ち上げた状態にするとスピードかなり上がりますなんか飛び跳ねるような感じでブワーッとスピード上がっていくのでレースとかで、ね、すごいスピードを、ね、発揮できますので是非初心者さんは景品当てるように頑張ってみてください では今週のラグジュアリーオート未だにサスペンションがカスタム項目に追加されないアステロープいつになったら車高を下げられるのかもうすでにグリッチとかを使ってサスペンション下がった状態のデータをここにね重ねてもう車高を下げた状態っていうものも出回ったりもしてますけど未だにロスカスでねサスペンション下げられるのは謎ですねそしてこちらの車両ですね ビゲーロ ZX のオープンカーです。これ、純正ホイールでブラックのカラーが入っているので、え純正ホイールで色付きが欲しいなーっていう人には、ここで購入するのがいいかなと思います。そして今週、すべて非売品のシミオンショップ、全部ね、えー、非売品っていうと、なんか響きはいいんですけど、普通にのら車両として拾ってくるものも、えー、混ざってますので、よーく見極めて、自分でいいなーっていうものを購入してみてください。まあ、ワシントンは見た目かっこいいです。 でザイオン、まあ、結構普通に拾ってこれちゃうのかなって感じはします。そして、えー、3代目のところはシャフター,、えー。売られていない、全部ね、一応売られていないものになってますので、えー、興味ある方はね、購入してもいいかなと思います。なかなかかっこいいメルセデス系の車両になってますね。現在売ってるのは、えー、V12 という方ですね。そしてサンチェス。まあこれも売られていないバイクですね。えー、価格はね、7 8000ドルぐらいで安い車両となっています。 で、えー、CEO のねサンチェスっていうバイクも出せますので個人車両としてカスタムしたいなーっていう場合は購入してもいいかなとそしてこちらのねプレミアこの車両も非売品になっていましたではこのサンチェスなんですけれども実は、えー、ホイール変更ができないというちょっと特殊なね、えーまあ、車両になっていますなのでカスタム項目がすごく少なくて でさらにえ、購入した時にペイントをね設定しないといけなかったのか、後からあんまりデザインを変えることができないような、ちょっと変わった癖の強いね、えー、バイクですね。ただ、性能はオフロードバイクで、かなり性能いいです。コスパとしても最強かなと思います。じゃあ、CEO のね、えーまあ、バイク、サンチェスとどんな風に違うのかというと、ほぼ変わりありません。まあマットのグレーだか、マットのブラック入れちゃうと、ほぼ一緒になりますね。なので、c o のね、えー、バイク、 えー、よくね、使う人いると思うんですけど、気軽にね、初心者さんでも無料で、えー、使えます、まあ。それと似たような感じで、えー、個人車両として欲しいな、えー、これでね、山を登りたいなっていう人は購入してみてください。では、報酬2倍の敵対モードがポイントコレクター来ていました。えー、2人から16人でできる敵対モードとなっています。そして、初心者さん、そして大勢でもできるお金稼ぎはコミュニティジョブ、えー、報酬2倍でいくつか来ていますので、 ぜひ招待が来たら入ってみてください。大人数であればあるほど、レースだったら上位を狙えば高額の報酬を得ることが可能です。では今週、サルベージの金庫、報酬が2倍ということで、金庫じゃどうやったらお金が貯まるのかというと、基本的にはサルベージアードのレッカーの仕事をガンガンやることですね。そして1日、まあ、4台ぐらいはやっておくといいのかなと思います。 え常に、ね、2台ぐらいしか、ね、満タンにできないと思うんですけどサルベージする要は部品をバラしてお金にしてくれてから空きができたら気づいたらまた、えー、レッカーするそしてこの金庫に貯、えー、まる、えー、金額が普段の倍になってますので、えー、できれば埋め込み式金庫というカスタムした状態にしておくとより、えー、お金をいっぱい回収することができますこれデフォルトの場合だと、まあ、マックス、ねえー、通常の時が10万ドルまでになってますので、まあ、報酬2倍でも20万までしかもらえないかなと思います。 この表はサルベージアードのレッカーのポイントに関してなんですけれども、車両をけん引するたび、まあ、要は持ってくる、レッカーするたびに25ポイント追加されます。ゲーム内1日48分ですね、リアルタイム48分ごとに5ポイント差し引かれます。 1>, 1日4台の車両をレッカーしてバーをいっぱいにすると16時間のプレイ時間後に追加スタッフのアップグレードで最大40万ドルまたは48万ドルを獲得できますというふうになっていますでは今週の、えー、重機基盤の内容です、えー、重機基盤っていうのは、えー、これ定期的に毎日ね場所変更になりますのでリアルタイムの重機版の場所を知りたい人は概要欄の方を参考にしてくださいで 今週の10基盤はバトルアックスこれが割引になっているとされていますまた GTA プラス次世代機の課金サービスに加入している人はウィドウメーカーが、えー、これ割引になっているよということになっていますじゃあ初心者さんこの中から何か武器いいものあるかというとちょっとねあんまりないかな、えー、でもあるとしたらですねウィドウメーカーなんですけれども結構高いし えー、ミニガンをね、えー、どうしても使いたいけどその前にウィドウメーカーを手に入れたいなっていうのもありかなぐらいですねなので初心者さんは無理に重機版で何かを買うっていうことはしなくていいかなと思いますそしてこちら、えー、サルベージャードの強盗が更新されました一番左のネオこれがダガンの強盗と言われていて、えー、真ん中そして一番右側の車両に関してはカジノの展示車両強盗と言われていますので、えー、初めてチャレンジする人はこの サルベージアードの初心者講座概要欄貼っておきますのでそちらの方から参考にチャレンジしてみてください初回ボーナスとかもねありますので是非、えー、やってみるといいと思いますそして今週の稼ぎ方なんですけども、えー、このサルベージアードの金庫のお金、まあ、どうやって増やしていけばいいのか、まあ、気付いたらレッカーの仕事をね、えー、ガンガンやっておくといいです時間が経てばサルベージしたというふうに要は車両をバラバラにして部品を売りさばいてくれてお金が入っていきます 常に気づいたらですね、レッカーをして車両を取ってきて、で、また放置して、で、バラバラにしてお金が入ってくる、その金額が報酬2倍になってますので、まあ、サルベージアードの金庫のお金が貯まりやすい、なので、ナイトクラブとか、またはエージェンシーとか、アーケード、そしてペーパーラボのビジネスとか、 まあそういったね、えー、基本的にほっといてもいいものずっと無操作体質に、ね、ならなければずっとお金増え続けるようなものと一緒に、えー、時間合間見てやるのがいいかなと思います。なので、まあ、火曜ピリック強盗やりながら自動お金稼ぎを全部管理しておきながらたまに放置するそんな繰り返しでいいかなと思います。でこの、えー、レッカーの仕事なんですけど例えばですね、えーまあ、迎えに行く車両、えー、近めのとこは全然いいですこの真ん中ぐららいいだったら全然近い方です。 なんですけどたまーにめちゃくちゃ北の方に出たりします。そういった時は無理に行かなくても、えー、セッション移動、もう一度ね、招待限定セッションとかに移動して、でサルベージヤードに来て、もう一回レッカーね、行ってみてください。そうすると、えー、意外と近くに、ね、なったりとか、まあ、たまにね、逆にもっと遠くなっちゃうこともあるんですけど、パターンを変えることができますので、まあんまりにも遠いなっていう時は、ちょっとパターン変えてもいいかなと思います。今回、遠くなっちゃいました。 というわけで今週はですね嵐の前の静け坂ということでいよいよ来週はドラッグレースが追加されるとされていますなので本当に加速重視の車とかでね競うようになるとは思うんですけれどもまだまだね追加されていない車両とかまだはね、えー、未実装なナンバープレートとかも存在して、まあ、すでに一部も、えー、持ってるよっていう人もいたりとか出回ったりもしてますけれどもまあいよいよ2月ぐらいから本格的にね車追加されるんじゃないでしょうか。そして えー、新しいミッション、えー、新しいガントレットのパとかインターセプターの、ねえーまあ、ミッションとかもおそらく追加されてくると思いますので、えーまあ、引き続き、ね、チャンネル登録、そして、えーまあえー、ベルボタンもやっておいてください。というわけで、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。そしてライブに参加してくれている皆さん、ありがとうございました。ではまた次回の動画で会いましょう。どうもありがとうございました。